はい、当院の衛生士の施術をさせていただいてます。で、術前の歯並びはですね、こういう形で、前歯と2番目との、ね、段差であったりとか、真ん中は少しこう傾いてるという、ね、傾いて大きかったので非常に、大きなこうポイントだったんですね。で、それを改善するためにですね、今回、セラミックを作成いたしました。まあ、こういう形で出来上がっております。で、こちらをですね、今から合わせていきたいと思います。で、まずですね、今仮の歯ですね、こういう形で、また仮の歯はですね、かなりこう白く綺麗なね形にさせていただいてます。はい、焼いてください。外します。で、外した状態から順番にセラミックを合わせていきます。今回ね、1本ずつバラバラというかね、単独で作らせていただきます。もちろん歯並びによってはですね、少し2本つなげるとか、必要連結が、ね、必要な場合なんかもありますが、今回は1本ずつ単独で作らせていただいてます。はい、噛んでください。はい、こういう形で最終のセラミックが入ってます。まあ、非常にね、自然な、色合い、それから透明感のですね、綺麗な仕上がりにさせていただくことができました。